埼玉会館は、埼玉県埼玉市浦和区高砂にある、埼玉県立の多目的ホール。ドーコミューも、ジャパン選定日本における、モダンムーブメントの建築216選、有料ホール100選に選出されている。埼玉会館埼玉会館は、昭和天皇の成婚を記念して建設が決まった。埼玉女子班学校を別所に移転させ、 その敷地に建設することが決まっていた。1923年に計画が始動するも関東大震災によって延期された。その後、渋沢栄一を中心とした寄附金の協力もあり、岡田新一郎の設計で1925年には着工することができ、1926年11月6日に完成した。当時国内において、 公共集会施設の建設は稀で、東日本では日本青年間についでに例目であった。また、関東大震災を受けて、耐震対価も考慮された設計となっていた。市範学校の旧校舎は北に移築された。太平洋戦争後は一時新中軍に接収され、埼玉軍西部が置かれた。老朽化や構造上の不備、共愛化が目立った昭和30年代に、 建て替えが決定し、取り壊された。著名な設計事務所が望まれ、設計者は当時日本の建築界を先導していた前川国夫となった。1963年に新築工事が着工し、1966年に現在の建物が落成した。埼玉県民に利用される機会は多く、埼玉県主催のイベントに使用されることも多い。 建築から約50年が経過し、老朽化していることから2015年10月1日から2017年3月31日まで休館し、大規模改修工事が行われる。外観は維持補修し、建物内部や設備関係は最新のものにする予定である。また、改修後は国際文化会館同様前川の建築の 一つとして、国の登録有形文化財への登録を予定している。また、指定管理者として、公益財団法人埼玉県芸,芸術文化振興財団が管理、運営しており、埼玉会観覧チタイムコンサートの実施など、クラシックなどのイベントも多い。在京プロオーケストラの埼玉公演の会場になる、こともある。ありがとうございます。